なにわ金太郎です。いつもご視聴いただきありがとうございます。コロナ感染が多く、戦争だと騒がれる今日この頃、ようやく寒さも和らぎ、春めいた季節になってきました。今回は五木ひろしさん、今年で74歳になって、司会は卒業しても歌手としてはまだまだ現役なので、よろしくと健在ぶりをアピールされていました。こんなお話をさせていただきます。子供さんも立派に成長され、父親として仕事よりも家庭を優先すると話していましたが、先日西郷輝彦さんがお亡くなりになり、同じ世代の私には人事とは思えないほどに驚きました。五木ひろしさん、今年3月14日で74歳になります。お体も健康で、ご活躍のご様子です。1971年3月リリースの横浜黄昏が大ヒットを記録して以来、その後もコンスタントにヒットを飛ばし、現在も第一線でご活躍されています。最近五木ひろしさんは人生歌がありなどでよく拝見します。五木さんの趣味はゴルフだそうですが、74歳になられて飛距離などはいかがでしょうか。まだテレビなどで拝見したことはありませんが、腕前の方も拝見したいですね。またどなたかご存知の方教えてください。30歳になる長男が結婚しまして、子供ができました。初孫です。おじいちゃんになったことは今まで言っておりませんでしたと告白した。五木さんは1948年3月14日生まれ、福井県三方郡美浜町の出身。身長173センチ、血液型は A 型。今年で芸能生活56年、2020年の NHK 紅白は50回を果たす。ちなみに五木さんはもともと韓国人で、現在は日本へ帰化して日本国籍を取得され、本名を松山和夫と変更されています。また五木ひろしの芸名は、作詞家の山口洋子さんが言い月を拾うという語呂の良さから名付けられたそうですが、それまでは数多くの芸名に変更されていました。五木さんの生い立ち、お父さんは韓国系の鉱山技師だったそうで、鉱脈を追って家族で各地を転々とされている中、1948年京都で五木さんが誕生しました。そして五木さんが幼稚園の時には三重県鳥羽市に移り、小学2年生の時には福井県美浜町に移られると、そこでお父さんは技師を辞め、建築用石材を扱う会社を起こされるのですが、五木さんが小学校5年生の時家を出て行ってしまい、両親は離婚され、それ以来幼い五木さんと他の兄弟姉妹はお母さんに女手一つで育てられたそうです。五木ひろしさんは4人兄弟の末っ子で、お姉さんが2人、お兄さんが1人いらっしゃるようです。奥様は着物姿の綺麗な元女優の和優子さん。テレビのコマーシャルで綺麗な人が出てきたなぁと思っていたら、すかさず五木さんがさらって結婚というニュースが流れ、私たちを驚かせました。五木さんは1989年5月、40歳の時、11歳年下の女優、和優子さんと結婚されて、お二人は舞台での共演で知り合われると、五木さんが和さんに一目惚れし、猛アタックの末の交際を経て、結婚されて、なんと、その結婚の費用は5億円だったそうです。11メートルも高さがあるウェディングケーキに、クレーン撮影、全国放送で、当時、大きな話題となりました。現在も五木さんはお休みの日は奥様と一日一緒に過ごすほか、お昼ご飯は奥様の愛妻弁当、仕事で地方に泊まりがけで行った時には必ず毎日奥様に電話されるなど、今でも奥様にベタぼれとのことです。和優子さん、1959年4月29日生まれ。職業は元女優さんだった。東京都豊島区出身。高蘭女学校卒業、1981年のミス着物になる。見た目の印象が変わらないことに、 MC の落語家笑福亭鶴瓶さんから、年齢は俺より3つ上やから、相応に年は取ってはるだろうけど一向に変わってない、こんな変わらん人って得やなぁと思って、ええ感じやん、顔に出るでしょうと褒められると、五木さんは顔はその人の生活が出るんですよ、鶴瓶ちゃんがいい顔してるのは奥さんがいいからと言葉を返した。
鶴瓶さんから、それ、言葉をそのままお返ししますわと話すと、五木さんは、返して。と笑いながら、内助の功に感謝した。五木さんは、1989年5月、当時29歳で売り出し中だった、カズさんと結婚し、結婚を機に、カズさんは芸能界を引退した。五木さんは、僕と結婚するなら仕事はできないよ、ということを現在の奥様に言った。全然未練がないということだったので、もうピタッとやめて、それですぐ子供に恵まれたので妻であり母になっていったと、結婚後の現在の奥様について話した。カズさんとは五木さんと初共演がきっかけで知り合い、インスピレーションはあったね、この人とならみたいなと、当初からフィーリングの良さを感じていた話。夫妻と交流のある鶴瓶さんは、これからすごい女優さんにと思ってたら、なる時に行ってもうたでしょう。家に行ったら、あの人が料理作ってはったから、上がるわなあ。うわあ、ほんまやん、って、と興奮気味に振り返った。五木さんは、ハワイにある別荘に、鶴瓶さんを招待したことがあるそうです。鶴瓶さんが、子供さんもお会いした時、赤ちゃんだった、と振り返ると、五木は、みんな大きくなって、鶴瓶ちゃんがハワイに遊びに来た時、下の娘が生まれた直後だったかな。その娘がもう26歳だから、と明かし、驚かせていた。五木さんの子供さんについては、ちなみに、結婚後、カズさんは芸能界を引退して家庭に入られると、3人のお子さんを出産されて、まず、1990年誕生の長男の松山大輔さんは2015年にニューヨークに留学され、現在はユニバーサル・ミュージックグループの香港支店で勤務していると言われています。次に1992年誕生の次男の松山和沙さんは、幼い頃から絵を描くことが好きだったそうで、高校2年生の時には芸術の本場イギリスに留学して、その後ロンドンの芸術大学に進学し、2015年に卒業して帰国すると絵の制作に専念し、2017年には東京都内で初の個展を開催されています。和沙さんは個展の初日の取材で、画家になった経緯を、父は子供の頃から僕の絵を褒めてくれましたと明かされると、息子の晴れ舞台に駆けつけた五木さんも、よく描けているなと思うと、細い目をさらに細めておられました。そして1995年誕生の長女の松山かな子さんは、2011年16歳の時に映画ハリーポッターと死の秘宝パート2の試写会に五木さんと一緒に登場し話題となったのですが、その後青山学院大学を卒業されたようですが、現在何のお仕事をされているのでしょうか。 BS の歌番組日本の名曲人生歌があるの司会を降板されているのですが、五木さんにとっては初めての大型番組のレギュラー出演だったそうで、この番組は各BS で次々と歌番組が誕生するきっかけになった。歌謡史の新たな幕を開いたと思う。最初は単発番組だったので、まさかレギュラーになるとは考えていませんでした。でも引き受けた以上精一杯やってきたと語っておられます。またすでに70歳を回る高齢にもかかわらず、司会は卒業しても歌手としてはまだまだ現役なので、よろしくと健在ぶりをアピールされていました。さていかがでしたでしょうか。苦労の末歌手として大成功を収めるも、浮ついたところがなく、スキャンダルとは無縁の人生を送られているのも、五木さんのご家族に対する強い信念があるからこそということが伝わってきますね。これからもお体を大切に、末永くその素晴らしい歌声を聞かせてほしいものです。最後までお付き合いいただきありがとうございました。またよければチャンネル登録もお願いします。